仕上げます。まずはプランクを打ち取りました。三振、緩いカーブでした。いや、これも見事な配球です。いや、このカーブを想定されていた方がいたでしょうか。そしてストレート、最後スライダーでしょうか、落としてきたんでしょうか、ライトの前、スリーアウト。いや、最後もこれまた低めにコントロールされた変化球です。このストレートというのもね、一つ魅力です。いきなりバットオール、追いつく、アウトになりました。1球でアウト、152キロ計測です。投げ込む、まあ止まん中ですが、見逃し三振、バット出ません。さあ入江です。内野ゴロで打ち取ります。スリーアウト。平田についてこの入江も完璧なリリーフを見せました。スライダーも切れていたんですが、高めストレート三振。気持ちのいいボールです。落とすか、打ち取りました。ツーアウト。三塁ゴロ。巨人を代表するバッター坂本丸、中田翔、3人を打ち取りました。入江、7回8回2イニングパーフェクトに抑え込んでいます。